大陸海軍北大陸海軍は、アメリカ独立戦争中の1775年に創設されたアメリカ13植民地の海軍である。その創設には、厄介な反対もあったが、大陸海軍の明らかな被護者であるジョン・アダムズの努力と大陸会議の活発な支持もあって、愛国者の供給能力に課された限界を考えると、最終的にその艦隊は、かなりのものになった。 大陸海軍の主要な使命は、イギリス軍の軍事物資の揚陸を阻止することと、イギリス商船によるアメリカ大陸での貿易活動を邪魔することであった。アメリカ13植民地は金も人手も資源も、欠けていたので、初期の艦隊の軍船は商船を改装したものであり、戦闘用に設計を施した、戦闘艦は戦争の後期になって作られた。無事に浸水した軍船の中では、 守備よく、成果を上げたものが稀であり、戦争全体の進展にはあまり影響を与えられなかった。それでも、大陸海軍の艦隊には13植民地にとって、いくつかの特筆すべき実績があり、特にジョン・ポール・ジョーンズ船長が脚光を浴びることになった。一世代の海軍士官を育てるために必要な経験を与え、初期アメリカ海軍が関わった後の戦争時に指揮を取る。 ことを可能にした。戦争終結後の1785年、連邦政府は大いに金を必要としていたので、最後の艦船が競売で民間に払い下げられた。ジョン・アダムズ、大陸海軍の創設に大きな働きがあった。艦隊創設時の意図は、海原霊下でボストンに駐在するイギリス軍兵士に武器や食料が補給されることを阻止することだった。ジョージ・ワシントン将軍は、 この目的で数隻の軍船を指揮するつもりがあることを大陸会議に伝えていた。また各植民地のそれぞれの政府がその所有する軍船の改装に取り掛かっていた。海軍創設に関する最初の公的な動きはロードアイランドからだった。1775年8月26日、ロードアイランド議会決議によると大陸会議の予算で十分な戦力のある艦隊を 建造し、植民地の防衛にあたること、我々の敵を最も効果的に悩ますことのできる手段と場所に艦隊を配することを大陸会議に派遣している大議員を通じて法制化申請するものだった。大陸会議の場では、この提案は物笑いの種になった。特にメリーランドの大議員、サミュエル・チェースは世界で一番の狂ったアイデアだと言った。 ジョン・アダムズは後に次のように回想している。反対は、大変大きな声で容赦ないものだった。それは、これまで考案された中でも最もやひで、非現実的で、狂える計画だった。子供が暴れ、お牛の角を掴んで、抑えようとするようなものだった。しかし、この間にもイギリス軍は、ケベックに向けてぜひとも必要な物資を運び込んでおり、それが手に入れば大陸軍にとっても、 恩恵となるものだった。大陸会議は、ジョン・アダムズ、サイラス・ディーン、ジョン・ラングドンの3人に、問題の商船隊から船を奪う計画案を作るように指示した。ジョン・ポール・ジョーンズ、大陸海軍で最初に、海軍隊員に任官された1775年10月13日、大陸会議は大陸海軍の最初の軍船を作ることを承認し、文書上ではあるが、 現在でも公式に認められているアメリカ海軍の誕生となった。10月の末に大陸会議は4隻の武装船の購入及び偽装を承認した。すぐに海軍委員会が設けられ、商船を購入して戦闘に使えるような偽装の監督を始めた。ジョン・アダムズが起案した法案は11月28日に議会を通った。軍船の指揮官を選ぶとき、 大陸会議はそれまでの功績と支援関係から平等に分けようと図った。政治的な理由で選ばれた者たちの中からは、エセク・ホップキンスとダドリー・サルトンストール、および、ホップキンスの息子のジョン・バローズ・ホップキンスが選ばれた。海戦の経験がある者たちの中からは、エイブラハム・ホイップル、ニコラス・ビドル、およびジョン・ポール・ジョーンズが指名された。12月3日、アルフレッドアンドル・ア、 カボット及びコロンバスの4隻が収益した。12月22日、最初の海軍総司令官にエセク・ホップキンスが指名された。また、海軍士官たちも指名され就任した。この小さな艦隊を補うために、プロビデンス、ワスプ、及びホーネットが追加された。1776年3月初旬、ホップキンスはこの艦隊を指揮して、 大陸海軍の最初の作戦行動に出て、バハマのナッソを攻撃し、大陸軍が大いに必要としていた火薬の倉庫を占領した。しかし、感染から感染に伝染病が伝播し、喜びもつかの間のものだった。この艦隊にさらにフライを加え、4月16日、大陸海軍最初の海戦を、イギリス軍のグラスゴーとの間に戦った。ホップキンスは、 海戦中に撤退命令以外の実質的な命令を出すことができなかったので、ニコラス・ビドルが次のようにその様子を伝えている。あたふたあたふた、こっちが逃げればあっちも逃げる大陸海軍のフリーゲート艦ハンコックとボストンがイギリスのフリーゲート艦フォックスを捕獲。1777年6月7日12月13日には、大陸海議が艦隊に フリーゲート艦を13隻追加することを承認した。これらは、商船の回送ではなく、戦闘艦として作られることになった。5隻は、搭載大砲数32門、5隻は28門、残り3隻24門とされた。浸水した8隻のフリーゲート艦は、すべて戦争中に捕獲されるか沈められた。ワシントン、エフィンガム、コングレス及びモンゴメリーは海上に出る前に、 イギリス軍による捕獲を避けるために、1777年10月と11月に、沈船、または焼却された。ジェームズ・ニコルソン大佐が指揮したバージニアは、チェサ・ピーク湾の封鎖を何度も通り抜けようとしたが、失敗した。1778年3月31日、最後の試みの時に、船長が陸に上がったハンプトン・ローズ近くで座礁した。それからすぐに、 イギリス艦 HMS エメラルドとコンカラーが現場に現れバージニアを降伏させた。大陸海軍の重要な任務はアメリカの商船を保護しイギリスの商船を襲いイギリス軍への補給を妨害することだった。成果の多くは通称破壊に対する報酬として記録されており当時の習慣として得られたものは軍船の士官や船員に分け与えられた。 八隻のフリゲート艦の多くは捕獲される前に多くの報奨を終え、半ば成功といえる航海を行ったが、例外もあった。1776年9月27日、ワシントン軍を追跡するイギリス軍に対して、デラウェアがデラウェア側で遅延作戦に参加していた。艦長になってデラウェアは座礁し、イギリス軍に捕獲された。ウォーレンはその艦攻から間もなく、 ロードアイランドのプロビデンスで封鎖され、1778年3月8日まですり抜けることができなかった。ジョン・バローズ・ホップキンス大佐の指揮でうまく出航できた後、ダドリー・ソルトンストール大佐の指揮でペノブ・スコット遠征に参加し、1779年8月15日、そこでイギリス艦に包囲されたので、捕獲を免れるために放火された。ジョン・マンレーが船長を務めたハンコックは、 二隻の小船と共にイギリス海軍のフリーゲート艦フォックスを捕獲した。しかし、その後の1777年7月8日、ハンコックはイギリス追跡船体のレインボーに捕獲され、イギリス艦アイリスになった。ランドルフは初期の航海で誤解放症を得チエた1778年3月7日、ランドルフが小船隊を護衛しているときに、 イギリス海軍のヤーマスが襲ってきた。ランドルフはニコラス・ビドルが指揮しており、小戦隊を守るために、はるかに優勢な敵戦に戦いを挑んだ。激しい戦闘が続き両戦ともひどく損傷を受けたが、ランドルフの火薬庫が爆発して戦隊が砕け散り、4人を残して乗員すべても死んだ。爆発の際に飛び散った破片で、ヤーマスの方も損傷が激しくもはや、 アメリカ商船を追撃することができなくなった。ジョン・バリー大佐が指揮したローリーはサンド法を終えた後、1778年9月27日の戦闘中に座礁した。船員たちが船を自沈させたが、後にイギリス海軍によって引き上げられ、クラウンと命名されて再使用された。ヘクター・マクニール大佐とサミュエル・タッカーが指揮した。 ボストンは初期の航海で17回報酬を獲得し、1778年2月と3月にジョン・アダムズをフランスまで運んだ。1780年5月12日サウスカロライナのチャールストンが陥落した時にプロビデンスと共に捕獲された。大陸海軍の活動に最後期まで収益していたのはトランブルだった。1779年9月になって、 ジェームズ・ニコルソン式で出航したトランブルは、他国商船だ方面居場を持ったワットに対する血生臭い戦闘で称賛された。1781年8月28日、トランブルはイギリス海軍のアイリスとゼネラルモンクに遭遇し、戦闘後に降伏を強いられた。皮肉なことに、アイリスは以前の大陸海軍のフリーゲート艦で捕獲されたハンコックであり、 ジェネラル文句は同じくジェネラルワシントンだった。フランスとアメリカが同盟を結ぶまでは、フランスの応答派政府がアメリカ独立戦争に対して表面上の中立を守っていた。しかし中立は、票の顔であり、公然とアメリカの船を保護したり物資を供給したりしていた。アメリカの外交官、ベンジャミン・フランクリンとサイラス議員の努力で、大陸海軍は、フランス海軍と、 高級的な連帯を取ることができるようになった。フランクリンと志を同じくする同志たちによって、大陸海軍の士官たちは軍用に供する、その後の艦船の調査と購入の権限を与えられるようになった。独立戦争の初期には、ランバート・ウィックス船長やギュスタブ・コニンガム船長が、フランスの港を拠点に活動し、商船を襲っていた。 フランスは中立を守るためにその艦船ドルフィンとサプライズを拘束した。しかし、1778年の公式な同盟開始に伴い、フランスの港は大陸海軍の艦船に対して開かれることになった。フランスから出撃した大陸海軍の中でも特に有名なのが、ジョンポール・ジョーンズ船長である。ジョーンズはレンジャーに乗り組み、 イギリス商船を餌食にしていたが、今日から見ても高い指揮能力を持っていたと見られる。フランスはジョーンズに商船デュックド・デュラスを貸し与え、ジョーンズが偽装を行って、レンジャーよりも戦闘能力の高いボノムリシャールを作り上げた。1779年8月、ジョーンズはアメリカとフランスの双方から戦隊指揮を任された。その任務は、 イギリス商船を襲うことだけにとどまらず、イギリスの防御が薄い西方の地に1500名のフランス正規軍を揚陸させることだった。待望のあるジョーンズにとって不幸なことに、フランスは侵略軍に関する約束を取りやめたが、彼が戦隊を率いることについては引き続き認めた。アイルランドを時計方向に回り、イギリス本土の東海岸に回って、ジョーンズの戦隊は、 多くの商船を捉えた。フランス海軍の指揮官ランデーは、フランス艦船の統制を行うために遠征を、企画しており、しばしば、ジョーンズの活動から勝手に離れたり合流したりした。イギリスのフリゲート艦と交戦するフランスアメリカ、連合船隊1779年9月23日、1779年9月23日、ジョーンズの戦隊は、フラムボロ。 岬沖で、イギリス海軍のマンオブ王である、カウンテス・オブ・スカボローを呼び、セラピスと遭遇した。唯一の大陸海軍フリゲート艦である、ボノムリ・シャールがセラピスと交戦した。特に激しい戦闘中に、イギリスの船長が大声で、ボノムリ・シャールがその旗を下ろすかを尋ねた。ジョーンズは叫んだ。まだ戦いは始まっていないぞ。セラピスに船を寄せて、 ジョーンズに引きられたボノムリシャールの乗組員が乗り移りセラピスを捕獲した。同様にフランス軍のフリーゲートカンパラがカウンテス・オブスカボローを捕獲した。2日後、ボノムリシャールは戦闘から受けた損傷が激しく沈没した。自国の領海で二隻の軍船を捕まえられたイギリス海軍の無残な敗北としてこの戦闘は歴史に残った。 同様な経過でフランスは大陸海軍にコルベット艦アリエルを貸し与えた。また、大陸海軍の活動のために作った戦列艦アメリカは、フランスがアメリカ独立戦争中に失ったルマニフィクの代償として、1782年9月3日にフランスに譲られた。アメリカ独立戦争の停戦とともに、大陸海議は新しく巣立ったばかりの国を運営する。 資金に枯渇していた。この財政危機に対応するため、大陸会議は大陸海軍の存在を止めることを検討した。その根拠は、拡大した大陸海軍がアメリカを新たな紛争に巻き込むだけで役には立たないだろうというものだった。さらに、常設海軍の維持費用は、大陸海議が始めなければならない政府運営のための少ない資金を枯渇させてしまうだろうというものだった。 1785年8月1日、財政的に行き詰まった大陸会議は最後に残っていた大陸海軍の軍船アライアンスオークションにかけ2万6千ドルで売り払った。大陸海軍は行ったほとんどの戦闘で敗北を経験した。一時期なりと大陸海軍に関わった65隻の艦船の中でわずか11隻を除いて破壊され沈められ捕獲された。 大陸海軍はイギリス海軍の優位を揺り動かすことはなく、戦争全体の進展にはあまり影響を与えられなかったしかし、大陸海軍は戦争の進行につれてアメリカ植民地人の士気と気力を高め続け、13、植民地が戦闘にもがき苦しむ中からいつか最後の成功をつかむという希望を与え続けた。ありがとうございます。